あの人の現在。岸谷五郎の現在。個性派俳優として人気を博した岸谷五郎。プリンセスプリンセスのボーカル奥井薫と1996年のバンド解散直後に結婚し、お子さんが2人いるという。そんな岸谷五郎は現在はどのような活動をされているのでしょうか。岸谷五郎さんは現在、以前よりテレビで見ることがないような気がしています。岸谷五郎さんは同じく俳優の寺脇康文さんとともに1994年に演劇ユニット地球ゴージャスを結成しています。現在も 1,2 年ごとにプロデュース公演を上映しているなど、かなり精力的に活動していることでも有名です。この地球ゴージャスは劇団という形ではなく、あくまで演劇ユニットとして活動しており、2人以外のメンバーは固定しておらず、ゲストを迎えて上映するという形で活動しているようです。ちなみにこの地球ゴージャスで岸谷五郎さんは全ての作品の演出を手掛け、途中から脚本も手掛けているのだそうです。このようなことから、現在の岸谷五郎さんは自ら演出し、舞台が中止になっているようです。しかしもちろん俳優としても活躍されていて、日中合作ドラマ料理人渡辺に出演され、2019年春より世界配信を予定しているそうです。岸谷五郎さんは以前よりは多く出演されていないようですが、毎年必ずドラマのレギュラー出演をされています。そしてテレビドラマ、映画、舞台、舞台演出とコンスタントにこなされています。このように毎年連続ドラマに出るというのは、やはり未だ売れっ子の人気俳優さんということですね。今後の活躍も期待しましょう。